はい。太平記ハイライト第15回をお送りしたいと思います。この回から7回は、末期の第5、第6のあたりを紹介したいと思います。末期の第5は、皇后天皇の即位から始まってるんですが、世が乱れる時というのはこういうもんだよということが書かれているのですね。で、いくつかまとめてみました。まず第1、皇后天皇の即位に伴う玉光の時の桟敷、要するに見物席。まあ、そこに、皇位の、そう、あ、もともと九条家の出身の人たちですけれども、見物するというのが、溥儀であるとかいった、そういった評価ですとか、溥儀っていうのは、正義の儀ですね。不誠実の溥に、正義の儀の溥儀です。それから、二つ目としまして、会見を行った時に、いろいろ話をするんですが、結局最終的には、昭敬とも読みますが、正しいに、慶応大学の慶ですね。昭教に決まります。で、この字は最後まで揉めたらしく、正しいという字が、漢字のもともとの、構成が、一に対して止めるという字を合わせた五字でできているから、忌むべきだという主張をした人たちがいるんですね。要するに一つのところに留まるという意味だって。これは、どういうことを言ってるかっていうと、太平記の、語り手筆者は、その朝廷では混乱が見えないって、全国は、戦乱で国が乱れているのに、全然分かってないんだって。要するに一ところに留まって、そのぬくぬくしているといったことを、良くないと思った人たちがいたにもかかわらず押し切ったということを批判しているのかなと思われます。それから大上映ですね。即位に伴う大上映ですが、まあ、内乱で農作業がおろそかになっていたと、まあ、非常に残念なことですが、まあ、盛大にできないのではないかという議論もされましたが、やると決め、しかしながらやると決めたのに、貞観以来のしきたりを破ったやり方をしたということで、まあ、実りっていう字ですね。実なき、あるいは、浅ましきこと、浅ましいっていうのは驚き呆れるってことですけれども、人々はそう言って噂したんだということが書かれています。それから四つ目、宮中の設置絵での御神楽の時に、堂々、白昼堂々、殺人事件が起きたといったことも書かれています。それから、5番目として、幕府の顔色を伺い人事ですね。いちいちその幕府の顔色を伺って、ダメって言われたら、引っ込めたりとか、そういったことが行われていたことが書かれています。そして、6番目としまして、全国で怪事件がいろいろ起きたと。例えば、京都で言うと、佐賀の釈迦堂の釈迦像の眉間から光が放たれたってビームですね。すごいですよね。30日ぐらい続いたっていうんですが、人々が吉兆良いことだって言って集まったらしいんですね。しかし、昔をよく知る老人は、保元平治の乱の時も、こんな感じで、お釈迦様の像が、戦乱が起きることを予告したって、今回もその時と同じではないかといったことを言っています。また、その老人曰く、最近では五烏大院が亡くなった時に、やっぱりこの眉間の光が出たので、吉兆なわけがないというわけです。また、日枝神社、比叡山の膝元の、神社ですね。そこで猿の餌をトビが食べてしまうという、かつてないことが起きていると。まあ、猿というのは、日枝神社の守り神の、神のお使いですから、その不吉なことであるわけです。それから、ハアリの大群が、すごい、発生したですとか、イノシシが、その神のお使いである猿を殺しているとか、夜中に、神殿が発光して何事かと思ったら、音を立てて揺れたとか、こんなことが起きています。そして、また、比叡山では根本中堂で、一つ貝の山鳩が、灯明を消してしまうということが起きます。で、さらに、その灯明を消した山鳩をイタチが食い殺すといった事件が起きて、これが、良いことが起きる、
兆しのわけがない、悪いことがこれから起きるのではないかといって、財ある人々、きちんと知識があって、額を納めている人たちが、かくて世の中安からずいかがとぞと言って嘆いたと言って、太平記にあります。まあ、この一文というのは、天正本という、日本古典文学全集がベースにしている本しかないということですが、ここで考えられるのは、私なんかは他の、一辺ひじりえの動画の中で、一辺っていうのが、徹底的に浅はかな知の、知っていうのは知るっていう字ですね。知識とか知性の否定というのを行っているんですが、一辺はもともとは大変深く学びを収めた人で、知性がない人ではないんですね。ただそれが行き過ぎて、人々が信仰とかそういったそのところから遠ざかるのを否定しているんですが、南北朝期の人々にとってやはり鎌倉時代末期とか南北朝期の人々にとって知の問題というのは大きくて、やはり知のないところに、まっとうな政治は行われないんだという、そういったスタンスがあるのだなというのを感じています。それは、この人事のところで、幕府の、依頼もあって、先に、刑に処した、まで工事、信房の卿が、皇后天皇にも、お仕えすべきではないかという、そういったことで、日野助那、助友の、お兄さんにあたる人ですが、この人が、説得しに行って、信房は、もうそんなことはできないって、自分の息子たちも、処罰されている中でできないということを言うんですが、二人の中国の古典とかそういったものをベースにした知的なやりとりの中で、その妥協点を見出して、信房の卿が、皇后天皇にもお仕えするという結果になっているといったことも書かれており、太平記の語り手筆者は少なくとも人間の持っている知性が正しい政治的な判断を導くことができるということを、信じているのではないかなと思います。私もそう思います。一辺ひじりでは、行き過ぎた知に対する否定ということを説いていますが、やはりその一辺ももともとは、ベースには阿弥陀如来の、我々の知を超えるような知というのを見出してからこその、主張ですから、人間が持つ、その知性というものの、放棄というものはあってはならないと思います。それではまた次回。